時、あなたの声が聞こえてすっごく嬉しかったよ。ねえねえ、今日のリンはどうだった？可愛く慣れてたかな？ありがとうにゃー。今日はね、かよちんとまきちゃんがリンが一番可愛いんだっておまじないをかけてくれたの。だからリンも一番可愛い私たちを見てくださいって気持ちで思いっきりパフォーマンスができたんだ。感想の間のバク転は予定になかったんだけど、テンション上がって気がついたら体が動いてたんだ。みんなびっくりしてたけど、すっごく素敵な笑顔で答えてくれて嬉しかったにゃ。あなたの歓声や拍手もバッチリ聞こえてたよ。今日も本当に楽しかったから、まだまだライブがしたくて体がうずうずしちゃうにゃ。今からもう一回できないかな、なんて。いつも応援してくれるあなたがいるから、リンは頑張れるんだよ。これからももっと近くで応援して